今回は戦術で見るサッカーの楽しさをスペシャリストに聞いていくにゃはいこれでかみちゃんはいこれブックスタウン TV ね、うん、YouTube 始まりまして、はい、本の番組ですけど今日もサッカーのはいでも本もね出されてるという出されてると YouTube 限定で来ていただきました<ー>はい辰岡 M さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや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 ,いやい京都から 今回のゲストサッカー店長こと辰岡裕夢さんは好きが好じてスポーツ用品店の店長からサッカークラブおこしやす京都の戦術分析官になっちゃった珍しい人にあるんだよ。辰岡さんサッカーの店長をやっていらっしゃる。そうですね以前今店長というねう肩書きが不適切ですけど前職がサッカーショップの店長やってまして文章といいますかブログという形ではい、はい、お店のブログであの勝手に自分の 個人的な戦術分析をお店のブログにあの2万字ぐらい書いていたところ2万字、ロックインのインタビューだよ。かなりそそこでまああの面白い人がいるっていうことところでまあ当時 J3 に上がるまあ不ジェイダマイフシーっていうファブの社長からある一つメールが来まして、あのぜひうちのチームの戦術いか分析してくれないかということでこのサクセスストーリーね、ねデカミちゃんすごいですよ。しかもこのすごいんですよ。サッカーやったことないんです未経験そうなん。でね。 なんかその分析される方とか監督であったりとかサッカーに携わる方って基本的に経験者だと思ってたんでそうそう基本的には今でもほとんどそうだった特に当時は特に日本でも多分自分ぐらいしかボールを蹴ったことがない人がプロのサッカーの現場に入るっていうのはかなりあの日本のサッカー界でも異色のパターンだったかなっていう,う、ね、まあ本当にワールドカップでかみちゃんも,、ねはい、もう夢中になってみたというあの森保監督ので、はい、ね、まあ 手のひら返しで「ょうって言われて今度「名勝」って言われ名勝」ってやあれめちゃくちゃ大変なこれは折れちゃうよ」とこれ辰郎さんには冷静に今回のワールドカップの森保監督票をちょっと受かっても気になりますそうですねまああの今回日本が入ったスペインドイツコスタリカっていうグループちなんですけどもまあスペインとドイツっていうのは本当に大会の優勝してもおかしくない優勝候補の一角っていうサッカー 強国が4チーム中2チーム入っちゃってしまってまあ抜けれるのが2チームなんでまあなんか終わったみたいに言われてましたね最初発表された時にこの4国ですってなって終了の試合終りましたみたいな空気がやっぱ若干ありましたね始まる前は<ー>組み分けの段階でもかなり厳しいところもうスタリカぐらいに勝てたらいいかなみたいな感じした、ね、そうですねやっぱあそこのグループを突破できる日本代表を引て突破できる監督って世界中に多分そんなにいないと思って<ー>まあ,ある意味そこは監督との噛み合わせ組み合わせなので。そう ななかなか難しいんじゃないかなっていうぐらいのところしっかり一番4年に1回の一番大事な本番で一番いい試合をして結果を出したっていう意味ではもう大変素晴らしいそのかげでいろいろ日本でもサッカー熱が盛り上がって、ねまあ、あの業界としても大変ありがたいような形で <laughs> あれがやっぱりもう参拝でチーンと終わってしまうとやっぱサッカー熱、まあ、確かに日本のサッカー熱自体が。 こんな風にかっこよく盛りたいみたいな、ね、あのノートもすごい話題になったじゃないですか。あれ何書いてんすものすごい、こういろんなことメモして、だから勝てたんだと思ってたら、なんか結構そのなんか。絶対に勝つみたいな、その気持ちも、気持ちの話だったって。今じゃないですか。日本というこの国をみたいな、めちゃそれ見て頑張ろうってなってたの超可愛いと思っちゃいましたけど。そういうもんなの、あれはですね、やっぱサッカーって特殊で、監督って。 タイムが取れないんですよ<ー>なので何か言おうと言ってもあれだけ何万人の感触ってそんなに聞こえないんですよね。おいおい 選手に試合が始まったった声かけられるのってハーフタイムのほんとわずか10分なんですよ。でそこで何を言うかっていうのがすごく大事なので前半の間にいかに何を言うかって多分まとめてるところ、心に残る言葉をね、本当にワンフレーズツーフレーズしか残らないんで、うん、試合を見ながらハーフタイムで言う一番大事なことをまとめてるっていうの中に一つあれがあるんじゃないかなと。乾杯だったんだ。乾杯だ、そうだね。ちゃんと言うこともまとめてたのメモで箇条書きにして。なんか完全に己をこぶしてるんだと思って、えーまあ。それはちょっとだったかもしれないです、ね。<laughs> あのすごく孤独な。<laughs> 仕事で俺はできるっていう。俺はできる。そんなことはないよ。までもね本当孤独でしょう監督っていうのは。でねしかもやっぱこう熱中するあまりその本当ね手のひら返し手のひら返し手のひら返しみたいなことが普通のメンタルじゃできないよあれは。で、でもあれってあのたつおかさんとかもう今実際プロで戦術分析やってますけどサッカーの見この方でちょっと見る視点が変わりましたね今でボールとあるところしか見てなかったですずっとテレビ。そうなんです。ね そう実はボールのないところでこんなせめぎ合いしてることすは知らないしテレビに映ってないからもう,そ,うそこがやっぱりサッカーの難しくて面白いところなんですけど、はい、サッカーの選手サッカー90パあるんですけど、はい、1>, 1人当たりが1試合にボール触る時間ってどんぐらいだと思います分分中パパッと今試合出た時にで<分>でも、まあ、11人じゃないですか、はい、キー,パー含めて えー、でも私も5分ぐらいかなうどうですか大体1分から1分半って言われてるんですよ、えー、長い選手も2分っていう。っていうことは残りの88分はボール持ってないんですけど、ね、2>, 2>, 2分でもう仮にものすごい誰も文句つけないスーパーなプレーをしたとして、えーうん、88分がいまいちだったらその選手って90分トータルで見た時に本当にいい選手だったのかっていう話になるので、ねうん、かかだからこそボール持ってない88分をいかにプレーするかっていうのがサッカーすごく大事で。 だからボールだけじゃなくて、そうボールかかってないところの八十八分を見るっていうのが、すごくサッカーでは大事かな。とたつおさん、仕事でなくても、そこ見るのが好きだったわけですね。最初から。ませんよ。普通スーパープレイばっか見るでしょう、ユーチューブ。この方はボールないとこ見てるんですから。ウイれみたいに見ちゃいます。そのボールのところに丸円の丸ついてて、こう。たつおが。コンピューター同士を戦って、それ見てるんですから。そうですよね。すごい、そう思うと、すごいな。これ、何が楽しいんだと。 思いいますすけど楽しいですかそうですねもう本当に当時はサッカーの試合が何でもあれば見たいってっとにかくサッカーに飢えていたんでおいおい今と違ってインターネットとかなかったんですよ、ね、僕がサッカー見始めた頃っていうのはそうかなのでビデオデッキだとか <laughs> でしまいにはそれでも見尽くしちゃうんでもうあの「スーパーマニア」のゲームでコンピューター同士で大切させてこれも一個のサッカーだろうと思って観測気分ってこうや,やりゃいいじゃん自分が。<laughs> これ本当に総合さんこれ読ませていただいて、はい、サッカーってこれいわゆる監督論ではあるんですね一つのね。まあそうですね。はい、うん。サッカーにおいてやっぱ戦術とか監督って大事なんですね。正直な話本当に申し訳ないけど。 上手い選手が出たら勝,勝てるんだと思ってたんですよ。僕もあのそうそう見たらとずっとそう思ってたんで大丈夫なの。先 <laughs> 日の電話まで,ではもうそうカップも,ううップもあのアルゼンチンとか俺監督でも勝てるんじゃないか <laughs> <laughs> はいはい強いから勝てたんじゃないかって <laughs> <う>シンプルな風にね、うん、思ってしまいますけど。監督って重要ですか。めちゃくちゃ重要ですね。重要。はい,いや。やっぱあれなんです。監督によって大きくチームっていうの変わってくる。そうですね。あのー、まあ先ほど挙げていただいた今回優勝した。 アルゼンンチのメッシ選手、うん、まあこれはもう誰が見てもというか、うん、まあ世界で一番うまい選手なんですけども、うん、彼自身も今回があのワールドカップ5大会目の出場で初めての優勝だったので、うん、逆に言うとそれまでの4回優勝できてないということころねメッシがいてもワールドカップで優勝できないっていうのはサッカーの難しさであり面白さかな今のアルゼンチン代表のチームとメッシが10人投入されたチームとどっちがか <laughs> 確実にあの今のアルゼンチンの方が勝つそういうもんですか。はい サッカーってね、うん、この本読むと本当やっぱそうですよね。なんかすごい面白いなと思ったのが、そのサッカー選手に自体はものすごくこう才能、個、はい、の才能っていうのを求められるのに、うんうん、そのなんか戦術っていうのはめちゃめちゃ考えてやらなきゃいけないっていう、えー、そのさっきのそのメッシ、メッシがいっぱいいるのでは。はい 叶わないといとう本番、はい、読んで分かるようにやっぱファンタジスタという人がいるけどもその下にはいわゆる労働者と言われるひたすらう走りまくる黒子の人たちがいるから成り立つっていうそうそですねやっぱりそこはお互い持ちえないものを保管してやることで、まあ、そこは 1+1 が2にも3にも掛け算にもなっていくっていうような感じのところがワールドカップの前に読みたい本だな確かにっと、ね、確かにこの,かんあのさ本の中でいろんな監督を取り上げられてますけど。はい 松岡さん中で、あの好みの監督というか。うんうん、なんか俺が好きな戦術を取ってた監督だからいらっしゃるんですか。 本の中で紹介してる中ではまあ表紙に載ってるこのペップ・バルサーって何回も出てくるんですけどこの人があの、まあ、サッカーの戦術っていう分野にある意味一大革命を起こした革命を起こした、うん、サッカーにもし教科書って歴史の教科書があるんだったら間違いなくあの載るような歴史の偉人として <laughs> あの、はい、やっぱあのこの本に書かれてますけど単に言うと何がやっぱり革命だ的だったんでしょう,うん、うん そうですねサッカーっていう競技自体がですねもともといろいろあるボール競技の中で手の使用を禁じてるってかなり特殊な、はい、一番不,か不安定な状況ですよねそうですね他の競技と比べるとあのサッカーっていうのはやっぱりミスのスポーツってずっと言われてたんですね<ー>もうミスが前提ですよ、はい、そんなにスーパーな選手でも一、まあ、人でドリブルで全員抜いてゴールとかっていうのはなかなかできないので、えーうん、それを彼はあのミスのスポーツじゃなくていやサッカーもミス、うん なしでやっていけるっていうところの理論を作っていったっていうようなところでそこがまあ,あのすごく革命的なところだったかなってサッカーっていうのはこれぐらい緻密にそもそもやれるんだといわゆるねあのボールを支配するサッカーっていうかポジションサッカーってやつですね。はい こう面白いですねでカムゃんやっぱ戦術もトレンドっていうのがあってうん、うん、そういうことをペップバルスがやってきたそれに対抗する<ー>なんか別逆の必殺技を考えやすい人が多いの緻密さをどう崩すかっていう,うだからスペースを支配しようとする人が出てくるみたいなうん、うん、そこの攻めぎ合いってずっとあるんですねうん、うん、そうですね必ず一チームがそこでじゃ勝ったらじゃあ,あのチームにずっと勝ちっぱなしにさせておくわけにはいかないので、はい、どうにかしてそこのチームに勝てないかっていうのでうん、うん、まあ全く誰も今まで考えつかなかったようなだったり真逆の もしくは過去の歴史から三十年ぶりに今この戦術がむしろこの最先端にぶつけたら有効なんじゃないかっていうのを見つけ出したりとかっていう人が必ず出てくって一興がずっとそれが続くっていうことがサッカーって,って必ずないので必ずこのトレンドが回っていくっていうのがすごく面白いですよね面白いな辰夫さんとかじゃあいつもそういう観点から見てるわけですよやっぱサッカーの試合をまあそこが一番面白いです今,どうなって今サッカーってどうなってるのかなっていうどういうことが起きてるのかっていうのを常にあの見ていきたいっていうの それでもやっぱりこうプレーしようとはならなかったんですねないですねいやプレーするよりもプレーしちゃうとやっぱりさすがに自分はボールを見ないといけないんで、はいはい、それでいいんですよ、ね、<laughs> ゲームなんですから、ね、ボール見ちゃったら面白くないじゃないかっていうのは僕の <laughs>、まあ、ゲームでもそうですけど<れ>実際のスポーツそのなんか趣味でこんなに好きだしなんかこうサッカーやってみようかなとかならなかったんですもん、ね、そうですよねそうですねやっぱりサッカーである意味選手って一番その試合をはい。 あのちゃんと見れないというかうん、うん、テレビで見てるがよほどちゃんとその試合僕ら見れるじゃないですか、はあ、なんで僕選手よりその試合ちゃんと見れるからどっちかというとそこの引いてみる方のところから見たいなっていう方を選んじゃいますよね、うん、ああサッカーファンとよりサッカー試合ファンですもんねそうですねそね<の>厳密に言うとまるでチェスを見てるような感じなんでしょうねあもうまさにそんな感じです、ね、お互いが大きなアホみたいなチェスをやってるみたいな <laughs> 確かに <laughs> チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします